ある意味投資ですからね。そうですね。だからそう考えないとなかなかこう採用できないかなっていうのは思いますよね。そうですもんね。大体だって製造業の話ばっかりですけど、僕ね、あの時の大体僕もそうでしたけど、全く知らない いで、なんかこの作ったこともないような人がね、対象になったりするわけですよ。新卒とかだったら。まあ、手先器用じゃないっていうのはありますけどね。でも本当にね、だって、この特殊なやつ作ってたので、こんなん作ったことある人なんてまずいないわけですよ。でね、通える範囲でとか言ったら、もうほぼ皆無。となると、やっぱり、いかに、教えられる、こう、状況が社内にあるのかとか、だからどれぐらいで、成長していく必要というか、目星がつくのかとかっていうの方が重要になってくるかなっていうのもあるんですよね。そうですね。確かに。絶対教育でね、で入ってもう3ヶ月くらいで、やっぱりやめますとかっていう人もね、いますし、もう僕一番すごかったのは、あれですね、1ヶ月くらいでいきなり来なくなったとかね。連絡もなく？一回本当に初期の頃ですけど、本当に何にもよく分からなかった時で、その人のアパートまで行きましたもん。でも車止まってるんで絶対いると思うんですよ。だけどピンポン押しても出てこないんでね。だからそこからもう、どういうふうな人を採用すればいいのかっていうことを、すごくこう考え始めましたよね。なるほど。元気で その当時なんか元気で、手先が器用そうで、とりあえず来てくれた人を大切にするとか、なんかそんなことを言ってた人が、もう地元の人ですけど、いたんですけど、それじゃダメだなと思いました。ちゃんとした考え方を持って、こう方針を決めて、で自分なりの考えをこう持ってやんないと。行き当たりばったりじゃダメなんだっていうのを、なるまあ、ほど。最初の方にね、20代の最初の半ばかなぐらいに経験できたんでよかったですけど、いかにね、この面談とか、この提供してもらった資料から、こう、短時間で相手の本質的なところをつくっていうかね、こう、知ることができるかとか、そういうところは、まあ、重要なポイントなんじゃないかなと思うんですね。確かにね。ここから先は聞いちゃいけないっていう、なんかこの境界線が結構厳しいみたいですね。その境界線をいかに、侵食せずに、しっかり相手を、こっちがしっかり判断できるくらいの情報量を取るか。取れるかっていうのが実は言うとあるんですよ。そういうのがあるんですね。もうこれでも10年ぐらい使っ、10年、いまだに有効ですね。まあちょっとこれはオフレコの時にちょっと、で、お願いしたいんですけど、技があるんですよ、いろいろ。まあその辺はやっぱり松本さん専門領域ですね。でもこれは僕はただコンサルタントっていうか、こうその外部の支援者っていうんだったら、こんなにいろいろな情報を得ることはできなかったと思いますよ。やっぱり僕も一経営者として採用して失敗してるっていうのがあそうるんで、ですね。なんで本当にうまくやってる人とか、こうやっぱり伸びてる会社さんとか、採用に力を入れてる会社さんとかに実際会いに行って、もうインタビューめっちゃしましたもん。そうなんですか。そうです、そうです。で、ここだけの話をいかに聞き出すかとかね。でもみんなに共通するところがいくつかあって、で、その中にはもうどう考えても理論的じゃないことが結構皆さん言われるんですよ。
でその中で一つ今日紹介するところとして、もうこれ皆さんクライアントにめっちゃ言ってるんですけど、あの入ってきた瞬間にこうその人と働いてる姿が見えるとかね、そういうことを言う人めちゃくちゃいましたね。それはやっぱりもう面接とかの数をもういっぱいやってるから、もう入ってきた瞬間にもうそういうのが見えてくるんですかね、やっぱり。であとは そういうふうに言ってる人もいました。あとはもう自分が気になるところを潰していくだけなんですって、そうなると、すごいなんかこう超ね、あの論理的とは真逆ですけど、そうですね、でもこうインタビューとかではすごい論理的な人があのこっそり言うのはそういうことだったりしますよね。最初のやっぱりインスピレーションというかそういうものなんですかね、それって。そういうふうに僕はに捉えましたよね。まあある意味面接のもうひたすらやってきた職人的な技なんかもしれないですね。でもそれだけだとちょっと心もとなさすぎるじゃないですか。いやそんなこと言われてもみたいな、すっごいもう思ったん でそのそこからもうちょっと掘り込んでいろいろ聞いていったところが、次のステップあるんですけど、人柄と能力っていう2つ の軸があると。で能力高くても人柄が悪いとか、でこのマトリックス、ね、あのこっちが人柄いい悪い能力あるないみたいな、とかだったら、あの圧倒的に重要なのは人柄だと。今その人たちもあの今ね紹介したいろんな方々も要は人柄じゃないですか。そうですね、この人と働いてるって気持ちいい気分がいいみたいなところが見えるみたいなのって、まあそれって能力目線じゃないですよね。そうですね、なんで人柄っていうところをすごい重視してるっていうのがそこから見えてくるところなんじゃないかなるほど。なるほど。だ人、だ人柄と能力っていうところを天秤にかけたときは、人柄を選を、ね、重要視することで、結構こういい採用につながるっていう。いやこれは本当にね、本でも結構書いてありますよ、やっぱり。ああ、そうなんだなと思って、いくつかね、採用の本、採用っていう本には書いてないですね。僕は見つけられてないだけかもしれないですけど、やっぱり経営者のこの起業するときに、どういう基準で起業の最初の仲間を見つけるのかとか、こうしていくのかとかっていうところに結構ヒントがあるのかなと思うんですね。で、例えば有名なところにビジョナリーカンパニー2のね、では誰をバスに乗せるのかっていう、話が結構有名かなと思うんですけど、要はね、一緒この人と一緒に行きたいって、でも目的地じゃないんですって。誰と行くをバスに乗せるか、誰と行くかっていうところ、そこの人選のところは重要。おすすめな論考で、やっぱり結構すごい重要な視点じゃないかなと思いますよね。なるほどね。確かにそうじゃないと、その組織がちゃんと回っていかないということですよね。そうですね。重要視しているところとか、重要視しなければいけないところっていうのは、あると思うっていうことと、やっぱりいろんな人に聞いてみるのが一番重要だと思いますよね。うまくやってそうな人とか、実際ね、講演とかして、そういう採用のことがお話ししてる、現場でもうしっかりやってる人、経営経験20年とか10年とか、で、組織が強い組織とかね、うまく経営をしてる人とかっていうのに、もう本当に聞いて回るっていう、今なかなかね、これコロナだから難しいですけど、で
人たちのこれポロッと言った一言がすごい学びになるんですよね。あ、はい、うんうんうん、そうですね。本当のところはどうなんですかとかね、もうちょっと噛み砕いて教えてもらえますかとか、はい、うんうん、っていうのを聞きまくりましたね。いや、それ立派ですよね。悩みましたからすっごい、うん、地方でそもそもリソースないのにどうやってこう、あ、採用するのみたいな感じで、うん、やっぱその時のね、この、うんうん、流れみたいなのもありますからね。あ、まあそれもあるでしょうね。うん、ね、あのこう有効求人倍率とかも兼ね合いもあるじゃないですか。そもそもなんかあの、うん、職を求めてる人がいないってなったらね、うんうんうん、そうですよね、うん、やっぱりもう圧倒的に難しくなりますし、はいはい、でもそれがちょうどいい時期にちょうどよく採用したい、うん、採用しなきゃっていうふうに思えない、うん、思えないっていうか、なんかあのそういうタイミング合うかどうか分かんないじゃないですか。はいはい、だからこそ新卒なんですって。うん、あ、絶対新卒って起きますからね。そうですね、どんな時も、うん、そっかそっかそっか、確かにそうですよね。うん、毎年必ず新卒者は出てくるし、そう、準備ができるっていう、うん、うん、なるほど、はい、そういうことですか。うん、まあ、それだけがよ、あの、うん、なんだ、あの絶対的な、うんうん、あの要因っていうかあれじゃないですけど、まあ要はこう決まっているというか、はい、うん、流れを見通しやすいっていうところでも、うん、あるでしょうね、うん、そうなんですよね。なるほど。ここは本当にすごくいろんな、まあ、うん、うん、あの終わりがない学びって感じがかなっていう感じしますね、うん、なるほどね、はい、